2024年1月23日、広島瀬戸内新聞ニュース、号外で、ございます。本日ね、24日、朝ね、壁線にね、車が突入する、そういう事件がありまして、まあ、夕方近くまでね、運休ということになりました。まあ、朝ね、山陽本線のね、電車に、からね、異音がして、ダイヤがね、乱れるということもね、ありました。また、関東ではね、東北上越、北陸新幹線のね、架線がいきなり、ね、垂れ下がってね、運転見合わせと。これ、上の大宮ですかね。そうですね、終日運転見合わせと。もう本当、波乱の一日でした。そして今夜からね、大雪にご注意ください。この広島市、東区にあるね、広島瀬戸内新聞、東部支社におきましても、周辺でも雪がね、降ってきている状況であります。さてですね、広島瀬戸内新聞の熊田記者はですね、23日、海田町をね、訪問してね、まあ、湯崎知事がですね、広島県病院やね、JR 病院、そしてね、がん高精度放射線ね、治療センターなどをね、統合して、などですね、広島駅北口にね、計画している巨大病院構想についてね、主に交通面からのね、安全安心からね、検証するようにね、担当部局とかね、議会などに要請をいたしております。まあそもそもね、今回はね、交通部分でね、中心に、熊田記者はね、要望したわけでございますけどもね、そもそもね、高度医療はね、国でやるべきではないかというのもね、交通問題と並んでね、熊田記者のね、もう一つのね、大きなポイントなんですよ。実際にね、広島県が先行してね、取り組んでいるね、高度医療施設であるのがね、がん高精度ね、放射線治療センターですよね。これ広島、問題のね、巨大病院のね、予定地のね、隣にあるわけですけどもね、なんと開業8年でね、9億円ものね、実質負債を抱えているという状況です。ただね、もちろんそもそもね、行政とはね、儲からない事業ね、こそね、民意に従ってやるものなわけですよね。要はね、だから採算が取れる話ね、儲かるね、話っていうのはね、民間がやればいいんですよ。しかしながらね、江崎秀彦知事はね、県がね、主体となってね、実施をしつつね、採算が取れるような事業を想定してね、いると。この、ね、県がセンターの赤字をね、穴埋めする気はないということですよね。だからそこに根本の矛盾があるんですよ。だからね、無理なんですよ。土台無理な話をね、やろうとしてるわけです。で、そもそもじゃあね、広島県だけでね、高度医療でね、損失を出さないようなね、スケールメリットのある患者数っていうのはね、確保するのは難しいですよね。だから、高精度ね、放射線治療センターの患者数、最近増えてるのが明るい兆しだとかね、まあ地元マスコミも報道しましたけどね、中国新聞さんなんかね、これでもね、ほんと違和感をね、覚えますよね。高精度ね、放射線ね、治療をね、利用できるという選択肢があるの、これはいいですよ。素晴らしいことですよ。しかしですよ。じゃあ、そういうね、治療しないといけないという患者数が増えるというもね、それはそれでね、健康状態が悪くて苦しむ人がね、現に大きく発生しているということでね、これはまた不幸なことですよ。たとえね、保険適用であってもね、実質負担が無料になったとしてもね、病気はね、苦しいものです。じゃあ、県外、例えばね、新幹線の沿線のね、他県からも患者に来てもらうとすれば、それはそれでね、新病院なりね、そこへね、統合予定のね、がん高精度放射線治療センターのね、免疫がね、他県に及ぶわけです。じゃあ他県に免疫がね、及ぶ施設を国の補助がね、それなりにあるんですよね。じゃあ広島県がね、中心にやるってのはいかがなものでしょうか。ね。だから、むしろこれはね、国がね、主体となってやるべき話じゃないのって話ですよ。ね。もちろんね、その場合はね、県がね、一定程度のね、負担金をね、事業主体である国に対して拠出するというのは想定できます。まあ、これはね、国道のバイパスなんかでもよくあることでね、国が事業主体なんだけど、じゃあ、便益を受けるね、広島県、広島市もお金を出すというのはね、よくある話ですよ。それはそれでいいんですけどもね、とにかくね、県が主体でね、高度医療をね、そのための巨大病院を作るというのがね、発想として根本的におかしいんじゃないかと、いうこととね、
やっぱ高度医療でね、無理やり儲けようとするというところが、やっぱりね、湯崎さんおかしいんじゃないのということがね、やっぱりね、言えるんじゃないのかなというふうにね、思う次第でね、ございますがね、皆さん、いかがお考えでしょうか。まあ、結局ね、広島県がね、金を出してね、まあ、それでね、なんていうかな、まあ、医師会なんかね、とかね、大学病院なんかもね、まあ、これはね、やりなす、ね、まあ、推進というかな、まあ、県にはね、方針にはね、反対しないというところですけどもね、まあ、なんていうかな、栄誉にね、広島県のね、お金をね、県民のお金を、結局使わされてるというのがね、結局、湯崎さんのやってることじゃないの、ということだとは思いますけどね。まあ、だからまあね、根本的に、だから、行政がね、儲からないことをね、やるというのは行政であるというのも、ね、これは事実なんだけれどもね、やっぱりね、なんていうかな、じゃあ、県がね、そもそもね、中心となってやるべき話なんでしょうかと。ね、だ県がね、やるのはね、むしろね、だからその、にね、今のね、県病院程度のね、ことをね、やっときゃいいんじゃないのってことです。でね、若い医者をね、じゃあ広島に引き寄せたいというとかね、あるいは過疎地でね、活躍する医者をね、養成したいって言うけどね、じゃあこんなかっこいいことをね、やりたがる人っていうのね、人物像っていうのはね、じゃあ、過疎地とかね、あるいは地域医療の一番しんどいところでね、頑張るお医者さんとはね、別問題です。この地域医療のしんどいところなんかやったらさ、それこそね、渡辺宏、被告、あんなのにね、バーンと打たれたりね、そういうリスクもあるわけですよ。めっちゃなんですけど、渡辺被告なんかね、無期懲役になりましたけどね。ああいうね、ほんとね、そういう、なんていうかな、だから人物像がね、必要とされるね、人のね、やっぱ、こういうものでね、引き寄せられるね、人のね、人物像でね、むしろ正反対に近いと思うんだけどね。何を湯崎さんは考えてるのかなというのとね。で、そもそも若い人がね、じゃあ、広島から出てってしまうというのもね。まあ、やっぱりその文化的な魅力とかそういうものが広島にないとかね。広島のね、やっぱ地域社会があまり古臭さすぎるとか、そういうところもね、問題だと思うしね。それからそもそも若い医者のね、やっぱり偏在の問題はね、お医者、ドクターの偏在の問題、やっぱりね、国の責任でやっぱりやるべきだと、いうふうにね、僕は思いますけどね。だから何でもかんでもなんかね、県が県がってね、いや俺が俺がと、やろうとしてね、かえって足元をね、掘り崩してませんかということをね、湯崎英彦知事にはね、申し上げたいということであります。まあ、とにかくね、でも、広島県民をね、舐め腐って、暴走を続ける湯崎英彦知事、彼をね、打倒し、そしてね、暴走する、やりたい放題の、ね、湯崎さんたちからね、広島を取り戻す、あなたの手に取り戻す、ね、広島の政治、行政、医療、取り戻す、そういった広島庶民革命、共にね、進めてまいりましょう。我こそはね、庶民派の政治家と、なりたいという方、あるいは庶民派の政治家と一緒にね、広島を取り戻したいという方、ぜひね、ご連絡をください。またね、そのためのね、庶民革命のための政治活動、まあ、そういったね、ことには一定程度ね、お金がかかってまいります。寄付の方もね、またね、していただける方、よろしくお願い申し上げました。私、広島瀬戸内新聞の、社主、広島庶民革命、佐藤俊一、お話をね、終わらせていただきます。まあ、熊田記者のね、一貫したね、このね、国がね、やるべきだというね、問題的、皆さんにもね、ぜひよく、ね、考えていただければと思います。本当に、ね、くれぐれもね、大雪にはね、ご注意いただければと思います。すでに降り出しております。それでは失礼いたします。